飲みたかった。ピッチー、今日はピアノの下に隠れてますね。ピッチー。ピッチーはこの私が作った鶏ささみで作ったチキンナケットがすごい好きです。朝チーズもあげたんですけど、チキンナケットだけ食べてたので、今またおかわりで入れてみました。まだね、ちょっと私のこと怖いから、近づくとね固まっちゃうのよね、隅っこでね。なんか今日結構ずっと一緒にいてくれたから慣れたかな、少しはね。こんな風に元気にはなってます。ピッチー。水浴びのパイ皿があるんですけど、直径30センチぐらい大きいの。なかなかね、近づいてくるんだけど、あの隅っこにまた戻っちゃうんですよね。これね、オーブンで使ってた大きなパイ皿です。ちょうどピッチにね、いいサイズだと思うので、お水入れてます。で、いつもね、あのオーブンの端っこの角っこにいるんです、ちょこんって。オーブン使ったことないので、ほとんど。やけどとかもないと思うんですけど、片足で立ってます。本当はピョンピョンピョンとね、飛んでるところを撮りたいんだけど、飛んでるっていうかね、歩いてるっていうか、ジャンプしてる。ピッチー、卵だよ。卵黄をね置いてみました。食べてくれるといいんですが、卵ね、つっついてました。まん丸い黄身が潰れてるからね、つっついてたのね。でも近づいたらまたあっち行っちゃった。